ルーセラーレは、ベルギーのウエストイコールフランで練習にある都市、及び基礎自治体。校舎は、前者とベフェレン、受け入ルンベイ家の山頂からなる。フランス語名ルーレル。地名は、足と広場の2つのゲルマン語が合わさったもので、森の広場の中の承諾地といった意味。市内の神学校は、ヒドヘゼレや、アルブレヒトローデンバッハといった詩人や、 イエズスカイ宣教師のコンスタントリーフェンスを排出したことで有名。ローデンバッハ醸造所がある。戦死時代の火打ち具やガロロマン時代の井戸、旧世紀のフランク人の建築物などが見つかっており、人類定住の跡が早くから認められる。821年か、その翌年の記録にメナピー族の丘陵としてアーセラーと見え、後にはローレアという荘園が、 エルノン修道院に寄進されたとある。公費によれば862年、フランドル博望ン一世は、サンリスで拉致した、シャルル二世の娘、ユキトを現在、ルンベイ家城が立つあたりの砦に監禁した。この地域は、間もなく、フランドルハク領に編入された。957年、フランドル博望ン一世から自衛権と死を立てる、権利を賜った。 初代市長者と首労が建てられた13世紀中央、ルーセラーレには自由憲章が与えられた。当時は織物業が地元の経済を牽引していた。しかし脆弱な防壁のため、市街は15世紀末に新生ローマ帝国のマクシミリアン一世によって完全に破壊された。1500年に市場とセミシェル協会が再建された。 市内の聖ミシェル教会とエルサレムの岩のドームを結ぶ体験コース上には、シュトットガルトの宮殿広場とマケドニアの古紀の天文台が並ぶことから、ルーセラーデの紋章には、ロレーヌ十字があしらわれている。ルーセラーデは15世紀から16世紀に、クレイフェ公国、17世紀と18世紀には、プファルツノイブルク公に支配された。16世紀に、ネーデルラントを支配したスペインは、 自治を求める政治的、宗教的なあらゆる運動を無慈悲なまでに弾圧した。さらに1566年にはイコノクラスムで宗教芸術のほとんどが破壊された。80年戦争でイギリスからの面下の供給が途絶えると織物業が姿を消した。その後、17世紀初頭にネーデルラントを共同統治したアルブレヒト大公とその妻イサベルが全盛を敷き、 教会や宗教施設が新築、改築され、学校ができ織物業も再興した。しかし17世紀も後半に入ると、フランスとスペインの度重なる戦争で、さらなる略奪と不幸に見舞われた。1678年の内名編の和訳で、国境の街になったため、表の経済開発よりもむしろ密輸が助長された。18世紀は概ね繁栄した時代で、 現在の視聴者などが立てられた。1794年にはフランスがこの地域でオーストリアに戦勝した。フランスは新しい法体系の整備や宗教的自由の削減など抜本的な改革を1802年のコンコルダート締結まで行った。市内のローデンバッハ家は1830年のベルギー独立革命に貢献し、将校や 外交官も排出した名門であった。ペドロとアレクサンダーの創設によるブルワリーは今なお創業している。経済では小規模な家内製紙工業に変わり、マニュファクチュアが台頭。鉄道の開通とともに運河の掘削が進められ、1860年代には市街と霊英川が結ばれた。第一次世界大戦で経済発展は一旦止まり、市内は 陸相思い出の前線に向かうドイツ軍の大規模な連兵場となった。大戦末期ともなると、市外の3分の2が破壊された。1940年5月27日から28日にかけて、ルーセラーレは、ベルギー陸軍の抵抗も虚しく前進を続ける、ドイツ陸軍の手に落ちた。ドイツによる支配は4年間続いたが、幸いなことに大規模な破壊は免れた。今日、 ルーセラーレは地域の中心都市として周辺地域に商業やメディアのみならず食品関連の雇用を提供している。アルブレヒトローデンバッハ像彫刻家ユーレスラガイサクルーセラーレには巨大な人形の一家がいる。町の建設者を自称する課長のロラリウスと妻のカルロッタ、そして息子のオプシンヨール家で親戚もいくらいる。 一家はフェスティバルやカーニバルの際に現れ、巨人の歌に合わせて踊る。市内には、ペイヒーというキャラクターをめぐる小話もいくつか残されている。口先のうまい商人の彼は、商業の街、ルーセラーレを象徴する人物である。市内を本拠地とする代表的なクラブに、サッカー国内2部の KSV ルーセラーレとバレーボール欧州チャンピオンズリーグ出場経験のある、 ランドスタッドルーセラーレガール。ありがとうございます。